この搭載、去年の搭載なんですけども、少し数が多いので隣の、先日空にしたね70トン池の方にね、半分分けて夏場どんどん餌を食わせて大きくしたいと思います。先日ろ過装を掃除したので水もね復活して取り戻したっていう感じですね。はい、上がってきましたね。大きくしたい鯉ですので今のところ販売とかはしないんですけども、大きくすることの弊害として色が抜けて飛んでしまったりとかね、模様が悪くなるものも、何本か出てきますので、そういうものをね、どんどんと抜いていって、大きくしますね。綺麗なね赤ムジですね。これ真っ赤で綺麗です。まあ昭和とかもね、縦鯉ですね。ドイツ三色とかね。まあ秋のね二足媒介とかね、そういう時に、出したいと思いますので。こちらはね、変わり鯉だったりとか違う池に分けてね、あとは色が飛んだりとか下のものはね、今抜いておりますね。色が飛んだりね、将来性のないものは今のところね抜いております。昭和三色、まあ、炭もねこれから真っ黒になってきそうなので、こういう風のがね、変わって良くなりそうですね。はい、山吹黄金とかもねいますね。
ドイツの昭和かな、ドイツ昭和3色かな。綺麗ですね。こっちの鯉はね、まあ弾いた鯉なんですけども、まあこれでも低価格でね、まあこれから販売していきたいと思う鯉です。まあ中にはね、変わったりとか模様がね変化したりとかして、まあ良くなる場合もあるんですけども、大きくしなくてもね、まあ今ね水槽とか低価格で販売する鯉をこちらにね集めてみましたんでね。まあ搭載ね込み替えなので、こうやってね手びれ割れちゃったりとかしてるんですけども、ガンダム餌食う時にねバンバンぶつけたりとかね、まあこれ小さいからね、このぐらいでしたらねすぐ治ってくるんですけどもね、環境が良くないとねどんどんねバサバサになってきたりとかもするのでね。まあ小さいからねいくらでも簡単に治っちゃうんですけども、錦鯉ってね意外と傷ついたりとかヒレが切れたりとかしてもね、環境いいとね1ヶ月ぐらいですぐ治ったりとかもね、まあ細胞のね復活はね早い方ですよね、錦鯉っていうのは。こういう大正三色で綺麗ですね。なかなかいいですよね。
こっちがね選別から弾いたものですね。でこっちがねまあ2軍で、まあ分けるためにね変わり鯉とかね入れております。まあ少しね大きくなって販売できればいいかなっていう鯉をね、こちらに分けました。数もまあ大きくなるにつれてまあ混んできますので、分けるとねあの餌食いとかもね激戦からね数もね減らすことによって大きくできますので、こちらの池が空いたので分けてね、まあこれからね夏場餌を食わせて大きくしてね、また秋とか春に販売にね回したいと思いますね。さっきに比べるとね、薄くなりましたね。半分以上を減らしたので大きくなっていきますし、ろ過槽の汚れもねこれで少なく半分になるかなと思いますので、これがね秋まで大きくなるところをね YouTube でねお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんねチャンネル登録していただきましてね、引き続きご覧のほどねよろしくお願いいたします。それではねさようなら。